朗報、日ハムファンクラブ球場移転しただけで新規入会者が前年比 270% 以上増加。 FEB 元年の新規入会者数は前年比約 270% 超え、昨年9月のパリーグインサイト、新球場開業を控える北海道日本ハムファイターズがファンクラブを一新。二的法の通り、北海道日本ハムファイターズは今季よりオフィシャルファンクラブを FEB にリニューアルした。新球場に行きたい他球団ファンが入ったのは多そう。入った方がいろいろ上だし、ファンが増える。これだけで移転大成功じゃん。西川春樹と中田翔抜けて大量退会した人たちが戻ってきただけじゃねえの。過去例の内定数で大会ラッシュだったし、まるで札幌ドーム時代では人気がなかったみたいやん。ファンのお金が 100% 日本ハムのために使われるようになったからね。それだけ新スタートを切ったハムに魅力を感じてる人が多いってことよ。